さあ、まもなく亀山ダムですぞ。お、これはもうちょっとダムの感じ。続いて向かうのは亀山ダム。前回のお釣り旅ロケで宮ヶ瀬ダムに行ったことからダムにはまり、自称ダム団となったアゲイン。ダムカレー、ダムカードは必ず押さえたいポイントなんだって。次にあのダムカレー食べる。あ、書いてありましたね。しおりにあるでしょ、ご飯って。今日さ、ここに亀山観光案内所って書いてあるからさ、はいはい、どこにあるのかちょっと聞いてみようよ。亀山ダムカレーがいただけるお食事処ご飯亭は亀山安らぎ館の中にあります。あ、ノルト見て、お、ダムカードについてって書いてあるよ。あ、入り口すぐのところに亀山観光案内所、その奥がご飯亭です。我々が待ち望んでたダムカレーですよ。はい、失礼します。こんにちは。こんにちは。今僕ら外から入ってくるときにですね、亀山観光案内所っていう風にちょっと書いてあったんですけども、はい、亀山の観光の拠点ということで、はい、まず亀山に来ていただいたらここに寄っていただいて、いろんな情報を入手してもらってから亀山を散策していただくみたいな形になります。なるほど。僕ダムカレー食べたいんですよ、はい、で、あの入り口にあったんですけど、もしかしたらここはご飯亭さん。そうです。ということでよろしいですか、はいはい、よし。亀山ダムカレー上流とダムサイトっていうのがあるんですけど、これ何が違うんですか、はい、ダムって、はい、ダムサイト、まあここですね、ここが一番下流になるんですね、はい、なんで一番辛いのが一番上、はいはい、一番甘いのがダムサイト、下流ってことなんですね。なるほどなるほど。うちの相方は結構コメントがいつも辛口なんでじゃあ上流の方にしていただいて、僕やっぱもう甘ちゃんなんで、はい、ダムサイトいただこうかな。じゃあお願いいたします。で、今さ、ちょっと自分の携帯で SNS アップしようよ。今回2人が SNS 対決する写真はこちら。それぞれが Twitter と Instagram にアップしていいねの数を競います。レディーゴー。さあ、どちらがいいねの数が少なくて放流されるんでしょうか。少なかったら放流されんの。放流されます。これは放流するのかしないのかは置いといて、いよいよ待望の亀山ダムカレー実食。辛口コメントのノリは辛口の上流、アマちゃんのケータは甘口のダムサイトをいただきます。見るからに色もやっぱ違いますね、うん、そうだね、辛口と甘口で ね。どういった特徴があるんですか。ご飯のダム、このカレーのルーの部分は貯水池になる。これ実は亀山の養豚場で育った豚肉を使ったポークカレーになります、うん、唐揚げが3つ乗ってるんですけども、うん、これはですね、亀山といえば三石山ということで、はい、ちょっとこの近くにですね、観音様があるんですけども、はい、そちらの観音様をイメージした3つの唐揚げになりますね。そんな意味があったんですね。いただきます。いただきます、はい、どうぞ。じゃあ甘口のカレーみたいなんですね。うん、ルーがさらっとしてて、そんなに甘すぎず食べやすいです。いろんな食材が入ってますね、これね。グリーンピースとか人参とかコーンも入ってます。野菜も細かくしてるからお子さんでも食べれそうですね、うん、そうですね。辛口いただきます。確かにルーの色が全然違う。うん、うまい。辛口とはいえども、うん、いわゆる中辛というかピリッとしてる感じで食べやすいですし、うん、濃い味が、うん、いいな。ご主人、亀山の見どころをぜひお聞きしたいんですけども。ダム的にはですね、まあ、これからの時期ですと紅葉のお客さんがすごい多いんですけども、いわゆるクルーズ船、20人ぐらい乗れる船で、はい、細長いダムをどん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 上流の方に上がってもらって、紅葉を楽しんでいただく。いいね、そこ。で、我々ですね、ダムカードをちょっと集めてるんですけども、ダムカードはこちらでもらえるんですか。ダムカードはこのちょっと先にですね、2、3分のところに、はい、亀山片倉ダム管理事務所っていうのがありまして、はい、そちらの方に行くとダムカードをいただきます。じゃあそっち行って、じゃあダムカード今度次入手しましょうよ。そうです、次に。